時刻は6時43分を回っています。モーニングクリップです。さあ、夏休みももうほとんどなくなって始まっているところもありますけれども ね、はい、旅行の時に気になることありますよね。そうですね、はい、今日はそんな話題をですね、富田さとみアナウンサーのリポートでお送りいたします。どうぞ。夏休みも終わりに近づいてきました。この夏家族揃って旅行に出かけた人も多いと思います。でもペットがいるとなかなかそうはいかないんですよね。犬や猫を置いてはいけないと旅行を断念する人も多いんじゃないでしょうか。今日私が来たのはペット同伴 OK のペンション、大泉村の鬼っ子。今でこそペット同伴 OK のレストランとかペットホテル併設のホテルって聞きますけど、こちらは11年前にペット同伴 OK としたんだそうです。なぜなら、うちに犬がいるということと、それから、まあ、出入り自由なんで。お客さんはどんなペットを連れて来られます？だいたい犬が多いですね。あ、うん、他には猫、それからペレット、うん、ペレットですか。それからあと、まあ、変わったところではウサギとか、はい、シャモとかね。お客様の迷惑にならない範囲でですね、うん、だからライオンだとかゾウなんてのはちょっと困りますけどね。こちらのペンションは何度も利用されてるんですか？今日初めてなんです。あ、そうなんですか、はい、どうやって知ったんですかね？本を見まして、うん、犬と泊まれるっていうね。どうですか、いつも一緒にいるワンちゃんと旅行できて。楽しみです。楽しみだった、はい、どうだった、どうかな。嬉しい。嬉しい。いいですね、やっぱり一緒に泊まれるっていうのはね。今までも泊まったことはあるんですか？あります、あります、はい、何回か。あ、その時も落ち着いてくれました？うん、結構落ち着いてますよ。玄関の脇には犬の足を洗う場所があり、シャワーで泥が落とせ、足拭き用の雑巾も用意されています。お部屋はというと、ごく普通のペンションの部屋。特に犬猫用にペット用にというところはないので、変に気を使うこともなさそうです。しかしだからといって何でもかんでも許しちゃいますというのとはちょっと違います。何匹か見ましたね。完全に甘やかしすぎだなっていうのは。もう見てすぐ分かる。いや、見てすぐっていうよりとにかくわがままだからよく泣きますわ。泣くんですか？ちょっともうその飼い主が目を離した隙にいなく、ちょっとでもこういなくなると泣いたり。やっぱり子供もでもそうだと思うんですけど、やっぱり教育飼育の基本を押さえていただきたいですよね。やるトイレのしつけ、それから無駄吠えしないこと、それから無駄吠えしないってことはやっぱりその上下関係がしっかりしてて、お部屋で待てるね。犬にとってね、旅行するというのは迷惑なんですよ。え、本当はね、うん、犬っていうのはその自分のテリトリーがありますから、テリトリーから離れるっていうことは非常に不安なわけですよ。それは飼い主によって強制的にされるわけですから、だからその犬の立場に立って考えてやらないと。だからこういうとこ来たら外敵ばっかりですからね、自分の匂いないですから、だから落ち着かないと思います。そしてリゾート地へ行くと見られるペット OK のレストランで、犬を連れてきていない人が犬に触っている姿を見かけますが、こちらにもマナーは必要です。飼い主に聞いてからされた方がいいですね。あ、いきなり触るんじゃなくて、はい、触ってもいいですかって、飼い主近くにいるはずですから、はい、触ってもいいですかって聞いて、で触るときにはできれば犬の目線に合わせて触るっていうのが一番いいんですね。ペットと一緒に行動できる場所が増え、家族の一員として認められてきているからこそ、家族としての責任も求められているんですね。ということですけど、犬って旅行苦手なんですね。そうなんですね。なんか意外な感じ、なんか平気でこう車に乗ってひょいひょい行っちゃうような感じもするんですけど、やっぱ自分のテリトリーがあるって言ってましたけど ね、やっぱそれが全然違うところに行っちゃった、やっぱり、うん、
不安になるんでしょう ね犬も猫もね、そしてね話にもありましたけどもね、やっぱりあの犬や猫レストランとかでね、はい、触れたりする時にもマナーをしっかり守っていただきたいなと思います、はい、勝手にね触ったり可愛いなんて言わないようにね、噛まれちゃいますね、はい、さて明日のモーニングクリップなんですが、はい、失礼しました、来週の月曜日ですね、はい、名調子駅弁売りと題してお届けいたします。